せーの、コザ放送協会。イエーイ。さあ、今週も始まりました、コザ放送協会、1時間お付き合いください。で、今日は、はい、ミキサーから自己紹介。はい、最近スマホが手放せない市羽優也と、久しぶりにジーパンを履いた小初カンタと、今週体調を崩した榎川由紀と、パセリこと崎山千里と、イレイナオとアイドルが好きな金城鈴鹿です。イエス。はい、今週も始まりました、小田放送協会。この番組は小田高校の放送部が、まあ、毎週何かと戦うという趣旨の番組でございます。まだ何かと戦ったことはないけど、いや、宿題と戦いました。宿題と戦いましたか。宿題、はいはいはい。ツイキャス、なおさんかわいいって。なお、ファンついてる。なおにもファンがついた。ピサさんがなおさんファンだよ。あ、これってファンつく番組なの。ファンつく番組。そう、ファンつく番組。ファンつく番組なんですよ。マジで。ほんとほんと。ありがたい。すごいです。すごいよ。ほんまか、アイドル鈴鹿。アイドル鈴鹿ではないよ。アイドルプロデュース鈴鹿で。プロデューサー鈴鹿で。結構大事だ。はい。今週もさ、ツイキャスに映らないテイストでお送りします。はい、はいはい。この番組はリスナーさんからのメッセージやリクエストを、ね、こんなのと戦ってほしいなとか、まあ、いろいろどんな感じのことでもウェルカムです。そういうね、リスナーからの声で私たちも頑張っていこうと思ってますので、で、このメッセージやリクエストなどがある際は、761@fmkoza.jp、761@fmkoza.jp までお願いします。かぶせんなよ、お前。はい、無茶ぶりも大歓迎です。ツアーやりません。周りのメンバーが頑張ってくれるので、無茶ぶりも大歓迎です。はい、ナオと一緒に見とく。あれ、あれ、ね、千里が頑張る。いや、私芸人じゃないから、千里頑張るよ。ティッシュには負けない。千里は味覚もおかしいので、多少無茶な食べ物でもいけると思う。いやー、小初カンタには負けるかな。ティッシュ美味しいっていう小初カンタには負けるかな。俺ティッシュ美味しいってマジで言ったことないよ。鼻セレブ甘いとは言う。言ってんじゃねえか。鼻セレブ甘い、うん、濡れティッシュはなんか甘い。怖いよ。あ、話せればマジ甘いよな。うん、マジだ。濡れティッシュ甘い。口に含んでみ、今度。いや、待って、これ食わないといけない流れ。飲み込んじゃダメだよ。口に含んで。来週はなとダダダみたいな。パセリティッシュを食べる。来週もこの時間でと。この時間で。閉める気。バイバイみたいな。早い。開始数分。まだこれから、まだこれから。はい。オープニングでございます。そして今日は何の日ですか。インターネットの日、世界インターネットの人、フライドチキン、世界、あ、フライドチキンもあった。あと歌舞伎座なんちゃらかんちゃら、歌舞伎座開、世界テレビデー、世界ハローデー、歌舞伎座開業記念日、インターネット記念日、インターネット記念日、フライドチキンの日、カキフライの日、任天堂の日。おお、めっちゃカキフライめっちゃ好きや。そして、そして、カキフライ、そして、カキフライ、そして、我らが放送部、カキフライ、超好き、フライ、お前かぶれんな。フライドポテトも好き、カキフライ。はい、カキも見てみたい。カキフライ、ちょっと黙れ、お前。お前、ちょっと、マジ黙れ。はい、さっきからうるさい。金城鈴鹿の誕生日にございます。イェーイ、イェーイ、ちゃんと交換もパチパチ入れてますよ。そう、今週からこのミキサー席の左側にね、この効果音を入れられる、なんけ、ポン出しみたいな、そう、ポン出しのやつがあって、そう、美味しそうな名前だなって思ったね。そう、すごい、いろんな効果音があるんでね、まあ、リスナーの皆さん途中でチクチク流すから、まあ、チクチク流す、これや、これや、言ってた効果音これやって思いながら、そう、そんな感じでね、意識しながら聞いても楽しいなということで、話を戻しましょうか。あれ、はい、クイズバースデー、クイズバースデー、近所、え、近所、へい、近所、へい、へい、ツイキャスに移りましょう。 No、 Why、 私のテイストはツイキャスに移らない。テイスト、テイスト、私のポリシー、テイスト、味、味、鈴鹿、テイスト、鈴鹿味はツイキャスに移らないみたいな。キフライじゃねえの、近所、鈴鹿、ツイキャスに移らない味だから怖い。 OK、 怖い、いや、ツイキャスには移りません。放送中には映りません。終わってからバイバイしか映らない。
おーおー、あーそういう、そういうあれで生きてます。生きてます。そうなんです。私の声だけで金城鈴鹿を皆さん感じてください。感じて、あなたのそばには金城鈴鹿います。あ、はい、あなたの、そう思えば、思えばちゃんとね、気持ちがあれば誰でも金城鈴鹿の生存は確認できるからさ、ツイキャスに映る必要ではない。こっちに鏡置くべきなんじゃない？そうだよね。あ、鏡置けば。こっちに鏡置いて。あ、あの iPhone 内カメにして。いやだー、映らないよ、うん。肝心なことは目に見えないっていうことで。そうそうそう。僕の国語。すごい。パセリ先輩、そんな深いことを言う人間だった。そうなの。マジさん、これ、これあれだから、もうコピーだからこそ。星の王子様だから。最近国語でやっただけだから。そうだから。せーの。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアスズカ先輩先輩、ハッピーバースデートゥーユー。やったー、17歳になったよ。セブンティーン。正確に言えば今日のお昼2時50分にさ、17年前に生まれますので、まだ16歳です。イエーイ。細けー。は、初めて聞くタイプそれ。まだ16歳。イエーイイエーイ。放送の50分後に、あ、あいつの誕生日だったなってみんな思い出してくれたら嬉しいな。50分後。ツイキャスの画面に映れてよ、鈴鹿。嫌です。鈴鹿、ツイキャスの画面見てって。嫌です。画面見て。見てって。若い、10代に戻りたい。映れじゃない、見れって。マジで？そう、ここの画面を見てって。うん、カメラどこにある？これか。それ、それ。イエス。じゃあ、一旦 CM 入れますか。はい。はい、一旦 CM でーす。CM だからおいで。はいはいはい、お送りしている番組はコザ放送協会。このしっかり合わなかった感グダグダ。はい、ね、いいですね、誕生日って、ね、うん、めっちゃさ、ケーキを送られてきてんの、うん、AKB ファンさんからと、あとイーサーさんからかな、うん、ピザさん、イーサーじゃん、嬉しい、こっちの人嬉しい、そう、いいな、そう、祝われてますね、ね、羨ましい、みんなから祝われてる。中学校の頃一回も、いや、あの、俺7月19日が誕生日だから、こう夏休みギリギリ食い込むか食い込まないかぐらいで、そう、微妙、そう、中1の頃は食い込んでなかったけど中国に旅行行ってて、中2の頃も食い込んでなかったけどインフルエンザかかって学校行けなくて、で中3の頃はめっちゃ食い込んでて祝われなかったという、アンラッキーボーイだね、アンラッキーボーイだね、そう、つは、つは、どんまい、うん、
ごめんね、今年祝ってないやん。そう、7月19。来年。来年。でもさ、うちはさ、中学校の頃家で祝われなかったよ。マジで、うん、中1の時、お母さんが出張でいなくて。で、中2の時、おばあちゃん入院して、ゆうきの誕生日の1週間くらい前に、誰にも家にいなくて。中3の時、またお母さんが出張で家にいないっていう。タイミング悪いね。マジか。そうそうそう、笑った。つきお母さんに3連続で祝われたよ。3連続まず最初、朝 LINE だったわけ。うん。家族 LINE の方にお誕生日おめでとうって来たわけ。うん、そしてありがとうってやるじゃん。うん、そしたらお母さん次親戚の方の LINE でお誕生日おめでとうって言い出したわけ。うちの娘が2時50分に生まれましたっていう、っていう LINE を送ってきて、ありがとうって言うじゃん。で、直接も言われたからありがとうって言うじゃん。めっちゃ祝われたお母さんに。じゃあちょっとここでね、日本で、日本か?日本人の誕生日の多い順ランキングっていうのがあって、1位と最下位どっちからがいいです ?1 位。1位。さあ、何月でしょう?3月。ブブ。4月。あ、12月正解。すごい、そうなんだ。なんてなくてだけど。12月、さあ、何日 ?13。24。あ、24惜しい。23。あ、25。遠い。27。遠い。あ、遠いのか、21。22。そこの間。22。お世話に。22。あ、何さんの誕生日じゃん。12月22日が、第1位。2がいっぱいある、ね。友達にいますよ。そう。そして、4月2日が、第2位。4月2日。4月2日。そう、あ、知り合いにない。4月2日。あ、9月25日が第3位っていう。あ、9月25。うちの妹の誕生日のおとといぐらい。くにこさんとか、くにこさんとか絶対9月25日生まれてるね。ごめん、どうでもいいわ。それで、まあまあ、一番少ない。最下位はまあ、だいたい予想つくかなって。元旦とか。あ、待って、わかった、待って、来たよ、これ。でもわかる。あ、待って、じゃあ一緒に言おう。なる、ああ、言葉を言おう、言葉。あいつか。せーの、うるう年。そうそう、そういうことか。あ、でもさ、うちの友達のお兄ちゃん、2月29日生まれで。お、すげえ。すごい。会ったことないわ、うるう年生まれ。4年に1回誕生日って言って、笑ってた。嫌だ。明日俺誕生日ってば、あ、次の日って、昨日俺誕生日だったとか、みたいな。中1の時、うるう年だったじゃん、だった。中1だっけ、中1がうるう年で、うんうん、その年になんか明日お兄ちゃん誕生日っては、は、明日29日だよって言ったから、うん、明日で、そう、明日マジかみたいな。じゃあうちの、それでうちの兄4歳なんだみたいな。そう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 4歳なんだ。あー、そっか、バカバカしい。で、その次に少ないのが1月1日。 あ、トリッピーの誕生日。トリッピー、トリッピーの誕生日。トリッピーの、マジで、トリッピー、トリッピー、トリッピー、7時生まれだよ。その理由、1月1日午前7時。お前なんで知ってるの、パセリ。すげえ、午前7時生まれなんだ。無駄な知識。そう、そしてその次に少ないのが1月2日。この12月末から1月3日までがかなり少ない。それどころじゃないのかね。あ、まあまあ、みんなね、踏ん張ってるんじゃん、産まないように。そうかもしれない。なんか今予定日とかさ、なんかある程度できたりするじゃん、ちょっと調整できたりとか。だから多分年末年始にみんな産みたがらないんじゃね。それか、それまでは踏ん張ってたんじゃん、踏ん張って年末年始生まれるみたいな。あと2日は待ってみたいな。1月3日生まれたー。1月4日に生まれて。そんな気合的な何かなの。3日だけはみたいな。頑張ってんね、お母さん、ね、すごいだね。はい、ということでね、誕生日に、何、誕生日、この人日本で、うん、ランキングでした。そしてさ、ツイキャスで私の誕生日が聞かれてるので、放送部全員誕生日明かそう。いや、まずでもユッケからじゃないですか。聞かれてるし、センターの、センターの、ほら、ね、しかもタイムリーだし、ほら、私はですね、はい、来週のこの日が誕生日。イエーイ、放送で祝える。そう、来週と1週間違いなんすよ。タソと1週間違いだから、タソの誕生日の次の週が私の誕生日なので、そう、来週のラジオの日が私の誕生日です。イエーイ、祝おう。ね、2杯あげるよ。そう、いい2杯の日って言って覚えられてさ、ユキさ、ずっとさ、誕生日期間になったらさ、2杯あげるね、2杯あげるねって連呼されるから、もう
多分他の人から見たら2杯好きの女みたいな。去年も2杯あげる2杯あげるって言いながら全然違うのあげたの覚えてる、うん、全然違うのもらった。私も多分違うのあげんだろうな。はい、そして小発。小発は、6月5日ですね。なんか、うん、特に面白いわけでもない。いでもさ、そのさ、次の日さ、ね、悪魔の日だよ。悪魔の日。あ、6月6日悪魔の日だよ。そうなの。6っていう数字がね、ちょっとあれなんですよ。なんか13のイメージ。ジェイソンじゃん、それ。13日の金曜日だったよね。うちの担任13日の金曜日が誕生日だったよね。そうそうそう。すごい。今月の13日が金曜日で、13日の金曜日誕生日だったみたいな。うん、6月5日は、174位。174位。しっくりじゃない。いい2杯の日は、ま、360。11月28日、うん、1月28日は285位。おお、なかなかにした。なかなかにした。はい、じゃあパセリは、うん、あ、私はですね、3月15です。ホワイトデーの次の日。おお、すごい。おまさか、カンタ先輩の次の順位。くそ、微妙。はい、イレイナオ。はい、6月15日です。6月15。3の倍数15日。お、3の倍数145位。ピンとこねえよ。微妙だな、みんな。11月21は、11月21、199位。199位。つはわつは。199。7月19日、100位。おお、ぴったしだ。ぴったり、いいね、キリが。いいね、ぴったり。そういえば、あれ、いいね、いいね、うん、サッシーの誕生日ですよね。Today。指原由紀さん。指原由紀さん。だからさ、指原ってさ、私につくべきじゃなくて、金城すずかにつくべきじゃないっていう気。違う違う。違う。誕生日一緒だからって、私は指原由紀にはなれん。指原という名は受け継げないかな、ちょっと。ね、プロデューサーだから、うん、近所 P だから。差し押しじゃないですか、この AKB さん。違う？わかんない。何押しなんだろうね。ユッキー押しじゃん。ユッキー押しか。そういう。ユッキー押しでしょ。いやわあああああ、はい、疲れた。戸田高校70周年を迎えましたよ。迎えました。イエーイ、おめでとうございます。今日誕生日関連多くないの？多い、めっちゃ多いわ。そうですね、ね、式典があり、ね、たくさんのご来場者、本当にね、ありがとうございましたよ。ありがとうございました。ありがとうございました。以上です。次のコーナー行きましょう。待って、話すことはたくさんあるはずだよ。放送部はお仕事をしたもの。ああね、いっぱいしましたよね、本当に。しました、しました。そうそうそう。例えば、はい。私とミュウは、式典の放送室に3時間閉じこもっておりました。お疲れさん。お疲れさん。お疲れ様です。あざした。大変だと思います。はい。お疲れ様です。で、あと一人式典で何かをやった方が一人。私です。はい。挨拶読みました。生徒会長挨拶しました。生徒会長挨拶してきたよ。ね、やってたね。噛まなかった。そう、横から見ながら一緒に顧問と副顧問と一緒に横でめっちゃ怖かった。見てためっちゃ怖いわ。上手だったよ。あざ、すごい綺麗だった。落ち着いてた。よかった、落ち着いてた。そう、お褒めの言葉をいただいたんです。よかった。よかった。副顧問の先生には褒められたっていうか、いろんな人からお褒めの言葉をいただいてますねっていうね、文章も読みもって言われたのが、あの目で怖いな言われたので、あ、文章はあれなんで、一人で考えたわけじゃないんですけどとかいう感じで、いえいえっていう話をしました。怒られなかった。よかった。よかったね。うん、はい。そして他の皆様方、放送部全員プラス生徒会で、祝賀会にてインタビューを行いました。あと放送室にも入ったね。入ったね。インタビューがね、重だね。楽しかった。重だったし、楽しかったです。例えばね、一期生の方がいらしてて、いらしててね、
あの女性の方だったんですけどね、もう1期生がこの70周年を迎える小座高校の1期生ってすごくないっすか。80いくつかだよね、うん、すごい。なんかもうみんで1期生は、あでも1期生って年齢バラバラだから限らないのか、うん、でも80は超えてるぐらいなんだけど、ね、うん、7名生きてるらしい1期生が。あと、でもあうちのおばあちゃん1期生だよ。そうなん、あだったの、ハワイにいる。そうそうだったね、その話したわ新聞の時に、うん、だっただった、そうだった。すごい、1人はパセのおばあちゃんで、私のおハワイに、身元が割れたね。なんかもうみんなもう足腰が悪いから来ないけどみたいな、自分はどうしても来たくて、自分も足腰悪いけど息子に送ってもらったっつって、あの那覇の泊まりから来てる方らしい。すごい。この場を借りてみんなにちょっとさらって言うんだけど、その人にインタビューしに行くことになるかもしれません。マジ？カメラ持って。あと一つ、私からも。はい、あの私のなんか引っ張って連れてかれたんですけど、うん、なんか何組かウィリアムス智美先生かな、ああっていう方に引っ張って玄関の方に連れてかれたんですけど、うん、そのところになんかあの効果書いた人いるじゃないですか。あ、はい、なんだっけ、はいはい、国尾さん、国尾さん、そう、国尾さんと、うん、なんかあと3人くらいで、なんか音楽の先生3人くらいでなんか小座校を作ったらしいわけ。音楽の先生が、うん、なんか先生3人で小座校を作ったらしいんだけど、うん、その3人のうちのお一人の娘さんがいらしていて、すごい、11期生なんだけど、小座の11期生の方で、この人が、この人もともと生徒会副会長やってたんだけど、この時の生徒会が生徒今の制服作ったみたいな。なんか書かれてるのを見た。そうそうそう、その人にも話を聞いたんだけど、私が、うん、もう情報量が多くて頭パンクしそうだった。あ、すごいね。っていうので、もしかしたらこの人にも聞くかもねって。なんかそううちの副顧問の先生もすごいなんか勉強になるから、ぜひこういう1期生っていうのとかも、こういう制服作ったとかも、もうめったに聞けることじゃないから、ぜひ行ってきてって言って行くことになります。多分とこの、うん、そう、そして私と鈴鹿はそれ大会前です。はい、ヤバピーヤ、それ大会前に聞きに行きます。ヤバピーヤだよ。そして申し訳ない、今週本当に私体調崩し3日間練習を放置いたしましたので、頑張らないとね。はい、頑張ります。でも結局1日しか見てもらってない、今週はテスト前だから。ああ、まあ、うん、1対1だったよ。怖いね。1対1だったよ。ごめんね。ちょうどでもいい話だった、式典の話しよう。はい。うん、式典、あのさ、インタビュー終わった後にみんなで余り物のオードブルももらって、しかもなんか先生たちが寿司を寄せ集めてきて、なんか本当にでっかい一皿分の寿司がドンと置かれて、これ食えって置かれて、全部食うまで帰るなよって言われたのを覚えてる。頑張った。美味しかった。めっちゃ美味しかったよ。全部は食べれなかったけど、ね。ありがとうございました、マジで。食料。吹奏楽部に寿司食べる人って置いてったら、一瞬でうわーって集まってて、あ、すごいってなった。ケーキもめっちゃ美味しかった。美味しかった。なんか、生徒会のところに、生徒会というか生徒会と放送部のところに2つロールケーキがあって、うん、こんなにいっぱいロールケーキ食べれないって、うん、箱持って水分のところに置いてこようってなって箱持ってったら、なんか途中から水分の人がタッタッタってくるのね、うん、したらロールケーキどうぞ、あ、ありがとうございますっていうテンションでずっと会話してたっていう。めっちゃすげー、チーズケーキ食べた、ね、チーズケーキ超美味しかったよね。美味しかった、めっちゃふわふわ美味しかった。なおのテンションが上がりかけた。なお食べ物の話になるとめっちゃ元気になるから、うん、美味しそうに話して、なおが元気になる話、食べ物の話、ホラー話、あー、ホラー
すごい隣でキラキラしてる。あ、今日世にも、あ、ごめんなさい、なんでもないです。あ、いいんじゃん、別に。いいの、この話して意識的からちょっと離れるけど、うん、今日世にも奇妙のな物語1夜目でございます。そう、2夜目は私の誕生日にございます。そうね、2週連続。そう、タソと自分の誕生日に世にも奇妙な話が。ね、世にも奇妙。怖い話見ないんだけどさ、見れないわけじゃないんだけど、普通に見れるんだけどさ、あのフラッシュバックしてくるのが嫌だから、見ないっていうことにしてる。そう、それでユキは見ないのは邦画のホラー。あー、なんか新しいのやるよね、映画また。黒百合団地の人、あーめっちゃ怖い、あの映画が公開されますね。見ないんだけど、うん、その見れる、見れるボーダーラインが世にも奇妙な物語なわけ。怖い話じゃないけど、ここボーダーラインだから、うん、今日超楽しみ。ガガババだっけ。ガガババ、もうあれな、検索めっちゃびっくりした。携帯投げたんじゃん、びっくりすぎて携帯投げちゃった。ヤフージャパンで、ヤフージャパンだっけ。そう、ヤフージャパン、ヤフージャパンでガガババと検索すると、してみてくださいにしても、してみてください。そうすると大変なことが起こります。まあまあまあ、パセリが携帯を投げる、やってみたら分かるね。本当に投げちゃった。パセリが携帯を投げるくらいには、もうね、何かが起こります。本当にやってみてください。ぜひ今日始まる前がいいのかな。そう、これを見て、あ、これでパセリは携帯を投げたのかっていうのを見てください。やってみそう、やってみそう、みそ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 、じゃあお曲に、お曲に行きやすか。じゃあいいんですか。いいんですよ。グリーンで、グリーンの方か、いいんですか。グリーンでいいですか。グリーンでいいですか。グリーンの方のやつでいいんですかってこと。うん、うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。じゃあグリーンで、あいうえ音楽です、どうぞ。いい、う、
はい、お送りした曲はグリーンで、アイウェイ音楽でした。いつも思うけど、はい、鈴鹿のその声はさ、何のテンションなの？わからない。神違う、これ神、これ神なんだっけ、神どうなの、神なんか変な、変なおじいちゃんが喋るみたいな。神どんなだっけ。神じゃよ。ばあさんや。第二の。それも、待って、神はばあさん。神思い出せないです。私だ。過去回聞き直すわ。聞き直せ。神どんなだっけ。作り出したキャラだろ。神どんなだっけ。忘れちゃった。神なんだっけ。しかも何の神。え、何の神。あれはあの時はなんか質疑応答キャラみたいな。七夕じゃなかった。七夕だったから。七夕の神だった。七夕の神、七夕の神。あれきっと多分、うん、織姫と彦星を合わす神様だよ。え、合わせない神様じゃなくて、うん、合わせてあげる。いい方の神様。その中で今2人いる。年一な、年一、年一ちょっと2人いて、1人はあれ、あ、合わせんっていうのが1人。合わせん、いやいや、せめて年一だけでも合わせてあげようよが素の方の神。やつらは仕事をサボるからダメだ。合わせん。絶対に合わせん。いや、1年に1回だけでも、じゃあ、ね、あのさ、いや、合わせん。いいっていい。あのさ、ヘッドホンやばいよ。超やばい。マジバリトン声すごい。こいつの声が超やばい。え、マジ、あ、すごい。いいな、ここまでマイク取ると楽しいだろうな。はい、どうぞ、リフィートアップターミー、合わせん。合わせん。合わせん。もう一回ね、もう一回。もうすごいな。織姫と彦星など合わせん。すごいよね。なぜなら、そう、仕事をサボるからだ。お前、無駄遣いだよな。ありがとう。本当無駄遣い。でも無駄遣いした方が楽しいんじゃん。うん、有効活用した方がいいと思う、もっと。じゃあ今日これで喋る。いやだ。気持ち悪いわ。でしょ、つらい。つらい。気持ち悪いわ。常日頃これだったらさすがにそのメイル、聞いてる方がメイル。メイル。じゃあメイって。もう喋んなってなる。あーってなる。なんかさ。ルルルルルルルゴールデン X、 ゴールデン X。 いや待って、ラジオでしょ、何か喋ろうよ。はい、喋ろう、はい、皆さん何か話題を。今週の、まあ今週起こった世間でのニュースを。ニュースを、あと30秒じゃん。ニュースをね、まあ放送部っぽくね。小松カンタが、小松カンタ先輩が読んでくれます。うん、通販予約も読んでくれます。いや、ちょっと待って、小松カンタ喋るなって言われたからちょっと静かにしとく。じゃあ普通の声だったらいいよ。ですね、ちょっと喋るなって言われたからやっぱ喋らない方がいいかな。気持ち悪いね。やっぱ黙っとく。やっぱはいね、記憶にも新しいでしょ皆さん。マック、おー、マック、マックドナルド、マクドナルドの方、ドナルドの方、マクダーナルド、マクダーヌ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 ね。ね、そこマクドナルド、今年の決算赤字252億円。うわー、マジか。かわいそうや。異物混入とか。いや、あれさ、頭おかしいな。マックじゃなくてさ、あの夏のちょっと語弊があるかもしれないけど、やりすぎじゃないと思う。あ、それは、うん。なんていうの、メディアもそうだし、なんか周りもみんななんかちょっと半分悪ノリ感に見えてきてさ、うん、騒ぎ立てすぎた感じがする。マックがかわいそうだった、うん、だってね、そこでこの、まあそれで赤字だからいろんな店舗が閉店し、うわ、それでその閉店のポスターが切ない、不覚にも感動とか今話題になっているという。なんと、まあ、異物混入などの影響で売上高が激減したマクドナルド、年内に閉店する店舗は150ないし160に上る見込みで、10月には都内でも閉店が相次ぎました。そんな中、閉店する店舗に貼られているポスターが話題になっています。オリジナルキャラクタードナルド・マクドナルドが後ろ姿で右手を上げて、その後ろに See you の文字。ネット上では切ない、不覚にもものすごい感動してしまったといった声が上がっています。あのポスターに込めた意味を全日本マクドナルド協会に聞いてみましたというね。おお、聞いてみましたんですか。聞いてみたのあるんですか。ツアーが聞いてみたわけじゃないでよ。このポスターは全国共通ですか。誰だよ。
基本的な内容は同じですが、メッセージ内の店舗ね、店舗名や営業年数、近隣店舗のご案内は店舗ごとに異なります。あのポスターに込めたメッセージを教えてください。これまでお店をご愛顧いただいたお客様への感謝の気持ちをお伝えすることが一番の大切なメッセージです。ここのお店は閉店してしまいますが、 See you、 また近所の店舗でお会いできるのを楽しみにしておりますという意味も込めました。という感じでね、後ろ向きで手を振る姿に決めた意味を教えてください。後ろ姿はここのお店は閉店しますというメッセージと、また近隣の店舗でお会いできることを楽しみにしていますという2つのメッセージを込めてお伝えしました。惜しむ声が上がっていることについてメッセージをお願いします。長年地域の皆様にご愛顧いただいたことを心より感謝申し上げます。皆さんの笑顔に触れさせていただき、スタッフ一同さまざまな思い出を大切にし、またお会いできることを楽しみにしております。これからもマクドナルドをよろしくお願いします、という。わあ、よろしくお願いします。お願いします。あ、そう、三角チョコパイ食べたいんですよ。美味しい美味しい、わかんない、今年がその時期は来たんで、もうよろしくお願いします。はい、もう Now 今マックね、もうやってるよね、やってるよ、マクドやってるって言ってた、めっちゃ美味しいって言ってた、うん、みんなさ、最近ツイッターとか、マクドって略すの？どこの地方やねん。もうバセのマクドになれた。大阪、イエス、大阪。ツイッターでもタイムラインでもみんな三角チョコパイ言われて、ちゃん三角チョコパイ乗せ始めたから、すも食べたい、とても食べたい。あれはね、一回食ったことあるけど美味しいっすよね。そう、美味しいっすよね。美味しいっすよね。甘党の人がもう、もう最高。もう、でもすぐ売り切れちゃうんだって。マジか、買えないこともあるって。マジで、場所によるけどね。今日行ったら沖縄買えるかな。わかんねえ。じゃあネット情報は大概都内。それな。でもすぐお父さんが帰って迎えに来るからって。しょぼーん。しょぼーん。最悪、作って。手作り。まさかの手作り。まさかの。季節関係ないじゃん。作れないこともない。では次のニュースに参りたいと思います。はい。母が2人いるね、はい、今日。はい、いや、一人でしょ。現場のツハさん。あ、はい、現場のツハです。ただいま格安タクシーに運賃変更命令が国から出たんですが、その差し止めの裁判をタクシー会社側が行ったそうです。なんと、ほう。なんと、いや。ほう。格安タクシーっていうのはいくらのやつですか？格安、ワンコインで乗れる、ワンコインドーム、などの大阪市内で営業している格安タクシー、都内だと700円ぐらいするんですが、大阪の方は頑張って500円で頑張っていたんですが、この国の、何、タクシーの料金賃上げして、この給料とかもどんどん上げようという政策があったんですが、はい、それにタクシー会社4グループ、MK やことぶきタクシーなどがですね、この国の権力の乱用だということで裁判所に裁判を申し立てたようです。値段を上げろって言われたの？値段を上げろということでお送りしたようです。現場にお返しします。はい、このタクシー会社の強い信念というか、何としてでもワンコインで頑張りたいというこの気持ちが伝わってくるニュースですね。皆さんはどう思いますか？大阪の皆さん。情報入りました。あ、はい、ワンコイン社は2004年初乗り2キロ500円で新規参入したんですが、昨年1月、改正タクシー適正化、活性化特別措置法という法律が国で決定されて、タクシーが多い地域では国の定めた範囲内の初乗り運賃、工程服運賃が義務化され、大阪の中型タクシーは初乗り660円から680円と決まったそうなんですが、ワンコイン社は初乗り500円で営業を続行、近畿運輸局の何ですか、この国の命令を拒んだそうで、この行政処分が予想されたようなので、この行政処分をされる前にワンコインタクシー社がそれはあかんやろうということで国に反抗したということです。なるほど、かっこいい ね。タクシーのね、なんか自分だったら多分なんかはーみたいな、行政はーみたいな屈しそうだけど、そこに屈しないこの大阪の人たちのね、なんていうの、強い心、信念、タクシー大好きみたいな。タクシー大好きなんでこれさ、タクシーが好きで、タクシーをどうしてもこの値段で初乗りはみんなに提供したいっていうのがないとね、
裁判まで行ってなんかこれあかんやろって行政に言えないよね、うん、あ、ただいま、ただいま、速報です、速報です。何でしょう。あ、裁判の結果が出ました。おお、原告側の、あ、違う、間違えた、原告側の、ね、幅の導入は憲法の保障する営業の自由を犯すという主張に裁判所が、それを認め、なんというんですか、あと違法判断を招いたということで、これはタクシー側の勝利ということになりました。おめでとうございます、勝訴つまり500円でそのまま続けていくということですかね。はい、乗れるということですね。判決はこの安全性や労働条件の悪化を防ぐ目的があり、国は運賃幅の設定は一定にするべきだと指摘したんですが、うん、営業の自由を相当な営業の自由を害するということで、タクシー側が反抗、そして直ちに値下げ競争や安全性の低下を招くと国が言っていたのにもかかわらず、このタクシー側がそういうことはありえませんと言ったことにより、裁判所側がタクシー側に判を押し勝利いたしました。おめでとうございます。よかったですね、大阪の皆さん、うん、そしてタクシー会社の皆さん。津波はどこの現場にいるの？なんで現場に速報入ってきてんの？ヤフーニュース、ヤフーニュースにいるの？ヤフーニュース、お前ネット世界にいたんだ。今ヤフーニュースの方にいます。あ、ネットサーフィンお疲れ様です。あ、帰ってきました。おかえりなさい。お、はい、ツイキャスが結構来てますね。なんと、はい、サシ、サシ読んで、なんでユキが読むの？サシ読んで、おい指原って言われた。おい指原、おい指原。そう、その下のも読んで。チャリこきながら聞いてるよて。それは上のやつだ。ユッキーかわいいなっていうのも読んで、ちゃんと。いやーユッキーかわいいな。なんでさ、お前らさ、これユキに読まそうとするの？これこれこれも読んで、これユッキーに対してのメッセージだから。チャリこきながら聞いてるよて。それの上も読んで。ありがたいね。あ、ありがとうございます。自転車こきながらでも聞いてくれてるんだよ、うん、それはすごくありがたいね。弱ペダの歌でもすぐ歌うみたいな。姫姫みたいな、姫好き好き大好きみたいな。どうしよう、入れない入れない、ユキも入れない。頑張ってケイエンさん、あと30あげろ。はい、以上です。茶番、以上も読んで、これ以上、以上、まだある、まだある、まだあるの、個人的にはもういいよ。ユッキー笑ったら可愛いのっていうのも読んであげて。ユッキー笑ったら可愛いの、やめよう、はい、ストップ。以上、ニュースもお伝えしました。一旦 CM に入ります。チャンネルはそのままでお願いします。てれって。
はい、ここからはニュースをお伝えしていきたいと思ったから。さっき終わったの？本日どこかで行われた小座高校対沖縄尚学高校の野球の試合。4位。え、じゃなかったっけ？なんかそう、今日ちょっと小座高校負けてしまいました。残念ながら惜しくもね。おはいだよ。惜しくもまあ1対7でしたかね。おはいだ、おはい。割とね。おはいだよ、全然。惜しい、惜しい。以上、スポーツをお伝えしました。そんなそんなスポーツニュースなんか雑い。ベスト4でした。いやいやい。おめでとう。素晴らしい成績だと思います。ベスト4です。野球部お疲れ様。お疲れ様です。テスト頑張ってね。頑張って。そうだね。テスト頑張ってね、野球部。スポーツを頑張る人はすごいかっこいい。こっちにいる全員、まあ、すごいブーメランよみたいな。ブーメランブーメランだね。ブーメラン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 言うと同時に死ぬっていう。小田高校テストなんですよ。来週テストなんですよ。水曜日から今のテストすごい普通に喋ろうよ。来週水曜日から期末テストとなっています。はい、なんとしかも1日目は4工事ですが、2日目なんと5、6工事まであります。しかも実習、なぜ家に返さないのかは疑問ですが、きっと授業数が足りてないということは分かっています。はい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 、分かってる分かってる。1学期に台風が来て学校がなんか途中からとかあったじゃん、それで授業数が足りなくなったって言ってた。ああ沖縄ならでは、嬉しくない。そう、それ嬉しくない。ぜひ家に帰って寝たい。頑張ってテスト勉強は。テスト勉強夜型だから家帰ってすぐ寝るわけ。あ、なるほど。そうそうそう、で起きて夜中そのままわーって起きてやるって感じ。いつもそれだから、5、6文字まであるのみたいな。さあ家帰って寝たいよみたいな。サイクル崩れるわマジで。ゆき5、6工事あるのって言われあるって言ったら笑われた親に鼻で。あ、でもさ中学校の時5、6工事なかった？あったあったよね。あった、あった。普通に授業だった。中学校の記憶なんてない。あったよね。じゃあ中1まではギリギリ4工事だったわけ。やったー、なんかテストの時4工事なんだと思ってたら中1の途中ぐらいから5、6工事になった。いやゆきのさあれだったよ、なんだったっけ、中間テストは6工事まであって期末テストは4工事。そんな制度だったの？そんな制度どうだっけ。ツハ、どんなだっけ。 I forgot。 忘れたか。そう、忘れちゃった。コアラさん初見ですって。ああよろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、はじめまして。そしてね、アイコンがねコアラのマーチなの、かわいい。コアラのマーチめっちゃ好きです。コサ放送協会でございます。振ってたね、この前の、ね、この前、ね、結構前の放送で振りました。うん、中途半端に終わって食べました。そう、そして私は家でお兄ちゃんにコアラのマーチ振らされました。わー、できた。できたよ。丸いボールになったよ。へえ。今度やるか。ちょ、お兄ちゃんにさ、コアラのマーチ渡されて、振れって言われて振ってた。あー、こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。こんにちは。バンバンバン。バンバンバン。バイバイ。バイバイ。今、ちょっと小さいお子さんが、ってお客様が、ちょっと、ね。いらしてました。こう、ギャラリーから見えるこの小座放送協会のニュースというのはね、また見物ですよね、これは。ぜひ観光地として。観光地。FM 交渉に来てくれたらいいと思います。パーカーフェニュー入り口になっています。沖縄に来たらぜひここに遊びに来てください。はい。まず急にテンション下げた。はい。はい。はい。ということでね、テスト勉強もして。あ、その後にはね、ちゃんとゆき先輩祝って、うん、祝って、ありがとう、祝って、死んでると思うから。でその後にはね、九州大会に行って、頑張ろうね、ん。すごいなんかいろいろ、ね、インパクトの強いお土産を買ってきてもらって、そうね、ゆきラジオで持ってきて話題になるお土産買ってこよう。やろう。まあという感じのねスケジュールでございますよ。そう、なんかカステラ関連で探そう。いいよ。ああ、美味しいよね。長崎に行くんです。お、オランダ、オランダから。イエーイ。そう、クリスマスら辺でちょっと長崎に行けるのは嬉しい。オランダ、巻き舌風に。オランダ。巻き舌なの？オランダ。え、なんかヨーロッパの人って巻き舌のイメージありません？オランダみたいな。え、なんかそう。マジなんかイタリアはゴーヤチャンプルーみたいな。イタリアじゃん
しない。イタリアじゃん。ブルル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 みたいな。どこどこだよ。イタリア、イタリア。あ、でもイタリアも記述だよね、すごい。そう、なんかブルッツェみたいな。中学の音楽の授業でイタリア語で歌わなかった。サンタルチア歌った。あ、サンタルチア言ってたね。サンタルチアみたいな。あれさ、あれさ、鬼だと思う。あれ、すぐ知らない。それと誰も知らない。どれ？え、なんか面白かったのがさ、2週間で覚えてみたいみたいな。ロミオベみたいな、グレミビアルメみたいな。怖い怖い。センサーでいてラグイシェルコールみたいな。わかんない、私は。イタリア歌曲みたいな。知らねえ。サンタルチアしか知らない。え、あれはマイケルがボート漕いでるやつ。え、何それ。誰？マイケルザボタショー。ハレルーヤ。知らない。I don't know。 知らなかった。サンタルチアはやらなかったけど、永遠とボートこいでた私らは。サンタルチアとボートこいでたよ。マジで。今音楽の授業でさ、なんか中学校までの音楽の授業でさ、みんなどこの学校もやるって何やる。ドナドナリコーダ。ドナドナやらなかった。ドナやってないよ。コーカ、コーカ。あー、コーカはせやな。コーカはそれやな。何やるみんな。何歌った。アルトリコーダー。オーラリー。アルトリコーダーやってないとこもあるじゃん。ね、あれやったなっけ。カスタネット。やったことない。じゃあなんか、恐竜の話。パフ。タフ。パフは多分。それ小学校じゃん。中学校までっつったじゃん。すごい悲しかった、あれ。じゃあさ、あれじゃん。最後に、最終的に男の子はパフと遊ぶことはなくなりましたっていう。お前。パフマジックドラゴンみたいな。え、英語なの？パフタマジックドラゴンじゃないの？え、ユキたち日本語だった。日本語。あ、日本語もやった。あれ？ここってパフなのか？インランコハラリみたいな感じなの？わかんない、わかんない。わかんない。ユキたち日本語しかやらなかった。パフタマジックドラゴン。そこしか英語じゃないよ。そのなんか暮らしてたとか。え、マジ？インランコハラリみたいなことやらなかった。わかんない。こんな感じだったような気がする。え、ナオのとこどうだった？もうお別れの時間が。時間が短かったよ。本当だ。今日早い。エンディングトーキング。エンディングトーキングって何ですか？呼ばれたから手振っとく。呼ばれた。はい、ね、今週も。はい、歌うのやめる。ニュースがあり、小田高校が70歳を迎え、たら先輩が17歳を迎え、あと50分で17歳になり、テストがそろそろあり、あり、来週は誕生日があり、あり、九州大会に行き、行き、という感じでね。ユッケが褒められ、ああ褒められ、褒められ、可愛いと言われ、ユッケ先輩テレ、テレテレ、テレテレ、小発に当たり、じゃあ小発じゃない、サンドバッグに当たったんだよ。どうも。グッズ展開も考えて頑張っていきましょう。そうだね。パセリがまとめた。そう、パセリ先輩そういうキャラ、そうそういうキャラ。割とまとも。ご冗談を。ジャストキーディング、JK、JK、JK。はい、エンディングでございます。皆さん、今日の放送いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。うるさくてごめんなさい、ね、ちょっと実況荒ぶっちゃってごめんなさい。途中で歌ってごめんなさい。なんかよくわからない現場に行ってしまって、ね、ごめんなさい。ネットサーフィンしてましたからね。彼はネットサーフィンではない。それお湯。申し訳ない、申し訳ない。お湯サーフィンはきついと思う。ネットサーフィンは無理があると思う。英語が壊滅的なので申し訳ないです。ダチョウクラブがやってそう。じゃあ熱湯に使ってたのお前。使ってない、使ってない。はい、来週は津波優也が熱湯サーフィンにチャレンジいたします。そして来週はほらパセが最初の方に行った、なんだっけ、なんだっけ、来週なんかするんじゃなかったっけ、なんだっけ、最初の方に行った、忘れちゃった。まあなんかします。パセリがなんかします。ティッシュだ、ティッシュ。あ、ティッシュ食べるんだ。パセリがティッシュ食べます。話せれば。そんな持ってきます。そうだ。あ、じゃあティッシュ食べ比べさせます。来週、来週のコザ放送協会はティッシュの食べ比べをします。ぜひ、俺ティッシュ食べたことねえな、そういえば最近ティッシュ食べたいと思ってたんだよなとか、あ、ティッシュ食べたことないけど気になるなっていう方がいらしたら、ぜひ来週のこの時間にこそ放送協会をお聞きください。言えたはい、そしてね、まあこの番組ではメッセージやリクエストなどをね大募集しておりますよ。まあ来週に向けてのメッセージやリクエストがある方は761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお願いします。はい、 AKB ファンさんからツイキャスが来ております。来週ユッキー最後か。え、せや、すだち、もうそう、来月いないですから。私、卒業イベント、ユキは卒業、はい、KHK を
わわわわ卒業するの言い訳言い訳うん、パクリなんか休業します一時休業めっちゃ2年で追い出されると思わんかった。私は大会までの間普通の女の子に戻りますみたいなことやらないの。はい、まあ、まあ、スズコもでしょ。うん、あ、そうだね。はい、では皆さん、また来週の放送時間はお昼の1時から2時までとなっております。また遊びに来てください。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。